はい、どうもサンドでございます。昇竜祭が、予告なしで始まりましたね。なぜかこれに、LR になる、公開されたばかりの地属性のご飯がなぜか入ってるみたいで、ピックアップでもないと、ちょっと不自然なんですが、まあ、狙って回してみようかなと思います。まあ、昇竜祭なのでちょっと10連でやってみたいと思います。とりあえず20% なんで、2体出てくれれば、まあいいかなって感じですかね。さあ演出。2機か。ちょっと微妙な演出ですね。爆死だけは避けたい。3。まあ、ご飯、ツイッターなんか見てても出てる人いるみたいですね。はい、1体目。SR は確定かな ?2 体目。お、ビルス。まあ、持ってますけど、まあ潜在解放かな。はい、3体目。4体目。お、来た。お、これ持ってないし、覚醒、独眼覚醒追加されて、高確率機です。これ使えそうですね。5体目かな。まあ、ご飯はさすがに来ないかな。6体目。7体目。お、来た。あー、とはね、これはまあ持ってるんですけど、まあ、あんま正直使い道はない。8体目。おお、これ持ってなかったですね。これも独眼覚醒追加されてますね。9体目。ちょっと待って、めっちゃ出る。ボージャック。これは持ってるかな。ラストかな。ジャコ。はい。SSR めっちゃ出た。1、2、3、4。5枚抜きは初めてですね。まあ、ご飯は出ませんでしたが、まあ、かなりいい結果。まあ、ビルスも悟空もご飯も独眼覚醒するんでね。まあ、ちょっと追加でシングル2回やりましょうか。これ引く前にシングルで5回爆死してるんですけど、演出はまあまあかな。次、出ないか。なんでこの感じでご飯入ったんすかね。ミスなのかな。右サタン。はい、とりあえず今回の昇竜祭はこれで終わりかな。はい、来ませんね。はい、とりあえず今回12連でこんな感じでした。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。